スターアライアンスは1997年5月14日に設立された世界初で世界最大の航空連合。その加盟会社による就航国は190カ国余り1300以上の空港に達し、1日あたりの便数は2万1000便を超える。アライアンススローガンはザ・ウェイザース・コネクッツ。ユナイテッド航空のスターアライアンスと早期、 スター・アライアンスメンバーが就航する代表的な空港としてドイツのフランクフルト空港が挙げられる。本部機能を司る現地法人スター・アライアンスサービス会社はフランクフルト空港第1ターミナルに隣接するフランクフルトエアポートセンターに本拠地を置いている。サービス会社の役割はスター・アライアンス加盟各社のコーディネートやサポートを担うことで意思決定の権限は有していない。 スターアライアンスは2004年度より加盟会社をメンバーとリージョナルメンバーに分けていたが2009年9月頃リージョナルメンバーを廃止したメンバーは所定の要件を満たした会社でアライアンス社長会での議決権を持つまたメンバーの子会社も任意でメンバーの一部として扱うことができるメンバーはサイト及び各種印刷物などに エースターアライアンスメンバーと記載している。日本の全日本空輸もスターアライアンスに加盟している。一創立時のメンバーにメンバーである、中国国際航空の関連会社であるが、独自に加盟。上海基地上航空隊、スマイルスターアライアンス加盟航空会社と、コネクティングパートナーとの乗り継ぎを利用する場合は、スルーチェックインやスルーバゲージなどのスターアライアンスの特典を受けられる。 スターアライアンスゴールド会員は、スターアライアンス加盟航空会社の運航便と、コネクティングパートナー運航便との乗り継ぎを行う場合のみ、コネクティングパートナーのラウンジ等の特典を利用することができる。なお、コネクティングパートナーのみの利用では、マイルカさん及びスターアライアンスの特典を利用することはできない。かつて存在していたリージョナルメンバーは議決権を持たず、また、 加盟資格の一つとして、メンバー一社の講演を受けることとしていた。アドリア航空とクロアチア航空は、ルフトハンザドイツ航空の支援を、ブルーイチは、親会社である、スカンジナビア航空の支援を受けていが、2009年9月頃、リージョナルメンバー三社を正規メンバーに昇格させると、共にリージョナルメンバーを廃止した。リージョナルメンバーは、A。 リージェノルスター・アライアンスメンバーという表記を各種印刷物やウェブサイトなどに加えていた。成田国際空港のターミナル内にあるスター・アライアンスのマーク。現在世界的な航空連合にはスター・アライアンスの他にワンワールドとスカイチームがあるが、これらと比較して最も加盟航空会社が多いことがスター・アライアンスの最大の特徴である。アジアでは 計発社が加盟しており、ワンワールド、スカイチームに比べ、東アジア、東南アジアの路線網が充実している。特に日、中、半、大のすべての会社が1社以上加盟するのは、スターアライアンスのみである。また2014年7月にエアインディアが加盟し、南アジアでのネットワークが拡大した。2014年7月時点で、インドの航空会社が加盟している。 航空連合は、スターアライアンスだけである。一方、西中央アジア方面は、ターキッシュエアラインズがカバーするものの、中東、ロシアに加盟会社がないために、CIS 諸国、中東エリアでは、タニーグループの後陣を排しており、ネットワークの充実が課題である。ヨーロッパでは設立当初から、ルフトハンザドイツ航空とスカンジナビア航空が参加している。あとに、 オーストリア航空等数多くの航空会社の参加が続いているが参加航空会社のうちオーストリア航空やロットポーランド航空などの数社はそれまで自社で運営してきたプログラムを停止しルフトハンザドイツ航空のマイルズモアへの乗り換えを行った上で参加しているこの他にもスイスインターナショナルやラインズやブルッセル航空など元クオリフライヤー加盟会社が ルフトハンザーの参加となる形で加盟することが多い。南欧の加盟会社では、スペインのスパンウェアが2012年に経営破綻して消滅してしまい、加盟会社が TAP ポルトガル航空と AK 航空だけになってしまったが、それでも中央のドイツ5県、北欧、南欧、西欧の航空会社がまんべんなく加盟しているため、エールフランスや KLM オランダ航空、 アリタリアイタリア航空、アエロフロートロシア航空を中心とするスカイチームやブリティッシュエアウェイズ、イベリア航空やフィンランド航空を要するワンワールドと被験するネットワークを有している。他社に対する弱点としては特にスカイチームに差をつけられている東欧、CIS 諸国における路線網といえる。北米では他の2つのアライアンスにはないカナダの大手航空会社である。 エアカナダが加盟していることが強みである。2000年に当時ワンワールドに加盟していたカナダ2位のカナディアン航空が倒産、エアカナダが吸収合併したことでカナダ国内での圧倒的なネットワークを手に入れた。また2009年10月にはスカイチームからコンチネンタル航空が移籍したことによりさらにその利便性が高まった。北米大手2社に カナダ一社を抱えた連合と比べても抜きんでたネットワーク規模を誇っていたが、US Airways がアメリカン航空と合併することで脱退することとなり、アメリカ国内においては規模は2位に落ちた。中米及びカリブ海地域では2004年にメキシカーナ航空が脱退したが、アビアンカ航空、トサ航空、コパ航空が加盟しており高い利便性を有している。南米では、 当時最大の航空会社であったバリグブラジル航空が破産し脱退したため本拠地を置く航空会社を持たない状況が続いていた。しかし2010年5月13日に現在ブラジル最大の航空会社であるタムブラジル航空が加盟しさらに2012年にアビアンカ航空タカ航空が加盟したことにより南米のネットワークが拡大した。ところが タム航空は、ワンワールド所属のラン航空に経営統合された、関係で2014年に脱退することとなり、再び、ブラジルを拠点とする航空会社が不在となる事態となった。このため、2015年に、アビアンカの子会社である、アビアンカブラジル航空を加盟させ、同社を成長させることで、ネットワークの補填を行う予定であったが、同社も2019年に破産して、 アライアンスから脱退してしまい、以来再度加盟会社を持たない状況となっている。アフリカでは南アフリカ航空、エジプト航空、エチオピア航空が加盟しており、さらにアフリカ路線を多数用するブリュッセル航空の路線網も加わって、広範囲のネットワークを形成している。南北アフリカに世界規模の大手航空会社を2つ以上抱えるのはスターアライアンスのみであり、 ことにブリティッシュエアウェイズの旧植民地路線に頼るワンワールドとの差は大きく、また中東にも路線網を持つエジプト航空が隣接する中東エリアでの弱点を補っている。オセアニアに関してはアンセットオーストラリア航空の経営破綻後は加盟航空会社がニュージーランド航空だけとなっており、カンタス航空を要するワンワールドの後陣を配している。ただし、 現時点では全く加盟会社のないスカイチームよりは有利とも言える。エバー航空のスターアライアンス塗装機、ルフトハンザドイツ航空のスターアライアンス塗装機一部のスターアライアンスメンバーは自社が保有する航空機の一部にアライアンス共有デザインの塗装を施している。これは白い胴体に大きなスターアライアンスの文字および黒い尾びれにアライアンスのロゴの組み合わせである。 各航空会社名は、スターアライアンスの下に小さな文字で記されるほか、エンジンのカウリング、または、ウィングレットの色、またはデザインは、各社のカラーリングに応じて異なる。スターアライアンス加盟各社の共用ラウンジで、スターアライアンスゴールド会員並びにファーストクラス、ビジネスクラスの乗客が利用可能。スターアライアンスラウンジは、ブエノスアイレス、ロサンゼルス、名古屋、パリ、 リオデジャネイロ、ローマ、アムステルダム、サンパウロに設置されている。加盟航空会社の国を代表する料理や、各国のワイン、シャンパン、ビールなどを提供している。成田空港第一ターミナル、南ウィングスター・アライアンスの重要な戦略として、加盟航空会社が一つのターミナルに集結する、プロジェクト、ムーブ・アンダー・ワン・ルーフが挙げられる。 アライアンス加盟各社のターミナル機能を共用化することによって乗り継ぎ時間の短縮や利便性の大幅な向上がなされアライアンス機能をさらに発揮できるようになる。日本では成田国際空港第1旅客ターミナル南ウィングに2006年6月2日から全日本空輸を中心にニュージーランド航空を除く成田に就航する加盟各社が配置されていたが 2012年3月25日からニュージーランド航空も第一旅客ターミナル南ウィングに合流した。2015年現在、2014年10月にスターアライアンスに加盟したエアインディアを除く成田国際空港に就航する加盟会社全社が第一旅客ターミナル南ウィングからの発着となっている。アジア域内のハブ空港ではインチョン国際空港や北京首都国際空港、 上海歩道国際空港で進められている。欧州域内では、ロンドンヒースロー空港第2ターミナルや、シャルルド・ゴール国際空港第1旅客ターミナルなどへの再配置が進められ設備の拡充が図られている。各加盟会社の航空便に搭乗することで、フリークエントフライヤープログラムのマイルをため、一定以上の条件を満たすと、上級会員になると同時に、 スター・アライアンス・シルバー会員、またはスター・アライアンス・ゴールド会員としてランクアップされる。各社の独自特典上記は、シルバー会員に対する加盟航空会社共通の特典であるが、航空会社によって自社の会員にのみに適用される追加特典が用意されている場合がある。主な内容は次の通りである。スター・アライアンス・シルバー及びゴールドは次の会員が該当する。 ありがとうございます。